こんにちは。今日の講義は書籍、転職のすすめ、人生のバリューを上げるキャリアアップ転職の秘訣です。皆さんこんにちは。今日はキャリアアップと転職について非常に興味深い本を取り上げたいと思います。石合信正さんが執筆された転職のすすめという本です。この本は単なる転職ガイドではありません。人生全体を見据えたキャリア戦略について深い洞察を提供してくれる一冊なのです。まずタイトルにある転職という言葉に注目してみましょう。これは著者の造語で、ただ職を転々とするのではなく自分のキャリアを展望し発展させていくという意味が込められています。つまりただ給料が上がるからとか今の職場が嫌だからという理由で転職するのではなく、自分の人生全体を見据えて戦略的にキャリアを構築していくことの重要性を説いているのです。著者の石合瀬さんは6回もの転職経験を持つ方です。しかもただ転職を繰り返しただけではなく、外資系企業の最高経営責任者 CEO を何度も務めるなど非常に成功したキャリアを築いてこられました。そんな石合さんが自身の経験をもとに転職を成功させるための秘訣を30項目にまとめて紹介しているのが本書の特徴です。では本書の内容を詳しく見ていきましょう。本書は4つのギャラリーと呼ばれる章に分かれています。それぞれのギャラリーにはいくつかのスタイルと呼ばれる項目が含まれています。まず第1のギャラリーは、職は転がるな、展望を持てというタイトルです。ここでは転職を考える際に最も重要な心構えについて説明しています。例えば職を転がるのではなく転職を目指すというスタイルでは、ただ闇雲に転職するのではなく自分のキャリアを展望しながら転職を考えることの重要性を説いています。またカラフルでもモノトーンでも自分に合った会社人生をというスタイルでは、派手な転職を繰り返すことが必ずしも良いわけではなく自分に合ったペースでキャリアを築いていくことの大切さを強調しています。さらに転職は SDGs というスタイルがあります。ここで SDGs とは、少しの度胸と我慢をすべきという意味だそうです。つまり転職には少しの勇気が必要だけれど同時に我慢も必要だということを言っているのです。これは非常に重要なポイントで、転職を考える際には今の状況に対する不満だけでなく新しい環境で直面するかもしれない困難にも耐える覚悟が必要だということを示唆しています。現状を変えたいという変化願望はあって当たり前だというスタイルもあります。これは多くの人が感じる転職への欲求を肯定的に捉えています。しかし同時にその願望を単なる衝動で終わらせるのではなく、具体的な行動に移すための方法を考えることの重要性も説いています。一つのキャリアの構築に最低3年は必要というスタイルは、転職を考える際のタイミングについて言及しています。ここでは一つの職場で最低3年は働くことで、その仕事や業界について十分な理解と経験を得ることができると説明しています。これは転職を考える際の一つの目安になるでしょう。人間関係の悩みは転職前に決着がつくようトライしてみようというスタイルは、転職の理由として多い人間関係の問題について触れています。ここでは転職する前に現在の職場での人間関係の改善を試みることの重要性を説いています。これは転職後も同じような問題に直面する可能性があるため、問題解決のスキルを身につけることが大切だという考えに基づいています。3年後、5年後、10年後をシミュレートしてみるというスタイルでは、長期的な視点でキャリアを考えることの重要性を説いています。ここでは現在の仕事を続けた場合と転職した場合の両方について将来をイメージすることを勧めています。これによりより明確な目標を持って転職を考えることができるでしょう。次に第2のギャラリーは、自己分析できない人は必ず失敗するというタイトルです。ここでは転職を成功させるための最も重要な要素の一つである自己分析について詳しく説明しています。転職は徹底的な自己分析から始まると心得ようというスタイルでは、自分の強みや弱み、価値観、スキルなどを客観的に分析することの重要性を説いています。これは自分に合った仕事や企業を見つけるために不可欠なプロセスです。無職での転職は NG 転職の強みを生かし、
退職翌日入社が理想というスタイルは、転職のタイミングについて重要なアドバイスを提供しています。ここでは現在の仕事を辞めてから次の仕事を探すのではなく、現職にいる間に次の仕事を見つけることの重要性を強調しています。これは現職にいることで交渉力が高まり、より良い条件で転職できる可能性が高まるからです。年収は12ヶ月間勤務しなければ得られないというスタイルは、転職時の給与交渉について重要な注意点を提供しています。ここでは提示された年収が魅力的に見えても、実際にその金額を得るためには1年間勤務する必要があることを忘れないよう警告しています。これは短期間で退職してしまうと期待していた年収を得られない可能性があるということを示唆しています。業種、職種、生活環境を同時に変えたら失敗する確率が高いというスタイルは、転職時に注意すべき重要なポイントを指摘しています。ここでは一度に多くの要素を変えることのリスクについて説明しています。例えば業種を変えながら同時に転居を伴う転職をすると、新しい環境への適応が困難になる可能性が高いということです。このアドバイスは転職を考える際に変化の度合いを慎重に検討することの重要性を示しています。転職して得るものがあれば失うものもあるというスタイルは、転職の現実的な側面について言及しています。ここでは転職によって新しいスキルや経験、より高い給与を得られる可能性がある一方で、これまで築いてきた人間関係や慣れ親しんだ環境を失う可能性もあることを指摘しています。このバランスを十分に考慮することが転職を成功させるための重要な要素となります。第3のギャラリーは、企業分析、履歴書作成、面接準備、内定獲得率を上げる己の売り込み方というタイトルです。ここでは実際の転職活動における具体的なテクニックや注意点について詳しく説明しています。転職はマーケティングでありセールスであるというスタイルでは、転職活動を自分自身を売り込む活動として捉えることの重要性を説いています。ここでは自分の強みや価値を明確に理解し、それを効果的に伝える方法を考えることが大切だと説明しています。仕事のやりがいはその会社だからできることに着目すると見つけやすいというスタイルは、転職先を選ぶ際の重要なポイントを提供しています。ここでは単に給与や福利厚生だけでなく、その会社特有の魅力や自分のスキルを活かせる機会があるかどうかに注目することの重要性を説いています。履歴書には紹介ではなくストーリーを書くというスタイルは、効果的な履歴書の書き方について助言しています。ここでは単に職位や役職を列挙するのではなく、自分のキャリアの中で何を学び、どのように成長してきたかを物語として伝えることの重要性を強調しています。これにより自分の経験や能力をより印象的に伝えることができます。自己アピールが難しければ相手を徹底的に研究というスタイルは、面接準備の重要なテクニックを提供しています。ここでは自分自身のアピールに自信が持てない場合、転職先の企業について徹底的に調べ、その企業の課題や目標に対して自分がどのように貢献できるかを考えることを進めています。これによりより具体的で説得力のある自己アピールが可能になります。転職先候補の企業にはできるだけ足を運んでみるというスタイルは、企業研究の重要な方法を提案しています。ここでは可能な限り実際にその企業を訪問し、雰囲気や社員の様子を直接観察することの重要性を説いています。これによりその企業が自分に合っているかどうかをより正確に判断することができます。面接時の注意点と面接後の振り返りというスタイルでは、面接における具体的なアドバイスと面接後の重要な作業について説明しています。ここでは面接時の態度や言葉遣いなどの基本的なマナーに加えて、面接後に自分の回答を振り返り改善点を見つけることの重要性を強調しています。これにより次の面接でより良いパフォーマンスを発揮することができます。報酬とオファーレターはしっかり確認するというスタイルは、転職の最終段階における重要な注意点を提供しています。ここでは提示された条件を細かく確認し、不明点があれば必ず質問することの重要性を説いています。特に給与以外の福利厚生や
昇給、昇進の基準などについても確認することを勧めています。うまくいかなかった場合の心構えというスタイルは、転職活動が思うようにいかなかった場合の対処法について助言しています。ここでは、失敗を恐れずに挑戦することの重要性と、うまくいかなかった場合でもそれを学びの機会として捉えることの大切さを説いています。第4のギャラリーは、理想の将来像を実現するために、入社前に押さえておくべき仕事の心得というタイトルです。ここでは、転職が決まった後、新しい職場でスムーズにスタートを切るための心構えや注意点について詳しく説明しています。辞める前のゴールデンルール立つ鳥、後を濁さずというスタイルは、現在の職場を去る際の重要な心構えについて説明しています。ここでは、最後まで責任を持って仕事をこなし、後任者への引き継ぎをしっかりと行うことの重要性を強調しています。これは、将来的なキャリアにも良い影響を与える可能性があります。転職先では、生涯一新入社員と心得るというスタイルは、新しい職場での心構えについて重要なアドバイスを提供しています。ここでは、どれだけ経験を積んでいても、新しい環境では謙虚な姿勢で学ぶ姿勢を持ち続けることの重要性を説いています。これにより、新しい職場にスムーズに適応し、周囲からの信頼を得やすくなります。転職先の企業文化について、まずは受け止めるというスタイルは、新しい職場の文化や慣習に適応することの重要性を説明しています。ここでは、たとえ以前の職場とは異なる文化であっても、まずはそれを理解し、受け入れる姿勢を持つことの大切さを強調しています。これにより、新しい環境にスムーズに溶け込むことができます。外資系企業への転職は最初の3週間が肝心というスタイルは、特に外資系企業に転職する際の注意点を提供しています。ここでは、外資系企業特有の文化や仕事のスピードに早く適応することの重要性を説いています。最初の3週間で良い印象を残すことが、その環境にスムーズに溶け込むための鍵となります。最初の印象がその後の人間関係や仕事の進め方に大きな影響を与えるため、特に注意が必要です。また、新しい職場での人間関係を築くためのポイントというスタイルでは、同僚との良好な関係を築くための具体的な方法について説明しています。ここでは、まずは相手を理解し、コミュニケーションを大切にすることが重要だと強調しています。新しい環境では、信頼関係を築くことが仕事を円滑に進めるための基盤となります。さらに、自分の役割を明確にするというスタイルでは、新しい職場で自分が果たすべき役割や目標について明確にすることの重要性を説明しています。これにより、自分がどのように貢献できるかを理解し、周囲との連携を深めることができます。フィードバックを受け入れる姿勢を持つというスタイルは、新しい職場で成長するためにはフィードバックが欠かせないことを示しています。ここでは、上司や同僚からの意見を素直に受け入れ、自分自身の成長につなげることが大切だと述べています。ポジティブな姿勢でフィードバックを受け入れることで、自身のスキル向上につながります。このように、転職の勧めは、転職という一大イベントだけでなく、人生全体を見据えたキャリア形成について深く考えさせられる内容になっています。石合わせさんは、自身の経験から得た知見をもとに、読者が実際に行動に移せるような具体的なアドバイスを提供してくれています。転職は人生の中で大きな決断ですが、その過程で自分自身を見つめ直し、成長する機会でもあります。本書は、そのプロセスをサポートしてくれる貴重なガイドとなるでしょう。この本を手に取った皆さんには、自分自身のキャリアについて深く考え、自分に合った道を見つけてほしいと思います。転職は新たなスタートであり、自分自身の可能性を広げるチャンスです。石合わせさんの言葉から、多くのインスピレーションと実践的な知識を得て、自分自身の未来を切り開いていってください。さて、ここまで転職の勧め人生のバリューを上げるキャリアアップ転職の秘訣についてお話しましたが、ここからは、この本の内容をさらに掘り下げて、現代社会におけるキャリア形成の重要性と、それを取り巻く環境の変化について考えていきましょう。まず、転職という概念が生まれた背景には、現代社会における労働環境の急激な変化があります。かつては、一つの会社に長く勤めることが美徳とされた時代がありました。
しかし、グローバル化やテクノロジーの進歩により、企業の寿命は短くなり、一つの職場で一生を過ごすことが難しくなってきています。このような状況下で、個人が自身のキャリアを主体的に構築していく必要性が高まっているのです。転職とは、まさにこの時代の要請に応える概念だと言えるでしょう。ここで少し、キャリア理論の歴史を振り返ってみましょう。20世紀初頭、フランク・パーソンズが提唱した特性因子理論は、個人の適性と職業の特性をマッチングさせるという考え方でした。これは、人生の早い段階で自分に合った職業を見つけ、そこで一生を過ごすという前提に立っていました。しかし、1950年代になると、ドナルド・スーパーがキャリア発達理論を提唱します。これは、キャリアを生涯にわたるプロセスとして捉え、個人の成長や環境の変化に応じてキャリアも変化していくという考え方です。転職の概念は、このスーパーの理論と親和性が高いと言えるでしょう。さらに、1990年代になると、ダグラス・ホールがプロティアンキャリアという概念を提唱しました。これは、個人が自身の価値観に基づいてキャリアを主体的に形成していくという考え方です。転職は、このプロティアンキャリアの考え方を実践的に展開したものと捉えることができます。では、転職を実践するにあたって、具体的にどのようなスキルが必要になるでしょうか。まず挙げられるのが、メタ認知能力です。メタ認知とは、自分の思考や行動を客観的に観察し、分析する能力のことです。自己分析や環境分析を行う際に、このメタ認知能力が重要な役割を果たします。例えば、なぜ自分はこの仕事に興味を持つのか、この仕事を通じて何を学んでいるか、といった問いを自分に投げかけ、その答えを深く掘り下げていく。こうした思考のプロセスを通じて、自分の強みや弱み、価値観などを明確にしていくことができるのです。次に重要なのが、ネットワーキング能力です。キャリアを展望する上で、他者との関わりは非常に重要です。多様な人々と交流することで、新たな視点や情報を得ることができます。また、キャリアチェンジの際にも、人的ネットワークが大きな助けとなります。ここで注意したいのは、ネットワーキングは単なる名刺交換ではないということです。真のネットワーキングとは、互いに価値を提供し合う関係性を構築することです。例えば、自分の専門知識や経験を他者と共有したり、逆に他者から学んだりすることで、互いに成長していく、そういった関係性を築いていくことが重要です。また、リスクマネジメント能力も欠かせません。キャリアチェンジには常にリスクが伴います。新しい環境に適応できるか、期待通りの成果を出せるか、といった不安は誰しも感じるものです。しかし、リスクを恐れるあまり、チャンスを逃してしまっては本末転倒です。重要なのは、リスクを適切に評価し、それに対する対策を立てることです。例えば、転職を考えている場合、現在の職場での人間関係や業務内容、給与などを詳細に分析し、転職先との比較を行います。その上で、転職によって得られるメリットとデメリットを冷静に比較検討し、リスクを最小限に抑えつつ、最大限のメリットを得られるよう計画を立てるのです。さらに、学習能力も重要です。現代社会では、技術革新のスピードが非常に速く、常に新しい知識やスキルが求められます。そのため、生涯学習の姿勢が不可欠です。しかし、ここで言う学習は、単に新しい情報を詰め込むことではありません。効果的な学習とは、新しい知識を既存の知識と結びつけ、それを実践の中で活用していくプロセスです。例えば、新しい技術について学んだ場合、それを自分の仕事にどう活かせるか考え、実際に試してみる。そして、その結果を振り返り、さらに学びを深めていく。こうした循環を作り出すことが、真の意味での学習能力だと言えるでしょう。ここで、転職の実践例を見てみましょう。ある製造業で働いていたエンジニアの方がいました。その方は、自社の製品開発に携わる中で、環境問題に強い関心を持つようになりました。そこで、環境関連の勉強を始め、社内の環境対策プロジェクトにも積極的に参加するようになりました。そして、その経験を生かし、環境コンサルタント会社への転職を果たしました。さらに、
その会社での経験を積んだ後、自ら環境ベンチャー企業を立ち上げるに至ったのです。これはまさに天職の理想的な形と言えるでしょう。自身の関心や価値観に基づいてキャリアを展望し、段階的にステップアップしていった例です。このような転職を実践する上で重要なのがキャリアワンカーの概念です。これはエドガー社員が提唱した概念で、個人のキャリア選択の核となる価値観や動機づけのことを指します。社員はキャリアワンカーを8つに分類しています。例えば専門・職能別コンピタンスは、特定の分野での専門性を重視する人のアンカーです。全般管理コンピタンスは、組織全体の管理や統括を施行する人のアンカーです。自立・独立は、自分で判断し行動することを重視する人のアンカーです。自分のキャリアアンカーを理解することで、より自分に合ったキャリア選択ができるようになります。例えば専門・職能別コンピタンスがアンカーの人が管理職への昇進を勧められた場合、それが本当に自分に合っているのか慎重に検討する必要があるでしょう。一方でキャリアアンカーは固定的なものではありません。人生経験を積む中で価値観や優先順位が変化することもあります。そのため定期的に自分のキャリアアンカーを見直すことも大切です。転職を実践する上でもう一つ重要なのがキャリアトランジションの概念です。これはウィリアム・ブリッジズが提唱した概念で、キャリアの移行期を3つの段階に分けて捉えるものです。第1段階は終わりです。これは現在の状況や役割との別れを意味します。第2段階は中立圏で、古いものと新しいものの間の混沌とした時期です。そして第3段階が新しい始まりです。この概念を理解することで、キャリアチェンジに伴う心理的な変化をより適切に管理することができます。例えば中立圏の時期に不安や混乱を感じるのは自然なことだと理解できれば、それに対処しやすくなるでしょう。さらに転職を考える上でバウンダリーレスキャリアという概念も重要です。これはマイケル・アーサーとデニス・ルソーが提唱した概念で、組織の境界を越えて展開されるキャリアのことを指します。従来のキャリアモデルでは一つの組織内でのキャリアアップが主流でした。しかしバウンダリーレスキャリアの考え方では、異なる組織間を移動したり、異なる職種や業界を経験したりすることがキャリア発達の重要な要素となります。この考え方は転職の概念と非常に親和性が高いと言えるでしょう。組織の境界にとらわれず、自身の価値観やスキルを活かせる場を柔軟に選択していく、そうした姿勢が現代社会では求められているのです。ただしバウンダリーレスキャリアを実践する上で注意すべき点もあります。それはキャリアの一貫性を保つことです。異なる組織や職種を経験することは多様な経験を積む上で有益です。しかしそれらの経験が互いに関連性を持たずバラバラになってしまっては、専門性や独自の強みを築くことが難しくなります。そのためバウンダリーレスキャリアを実践する際は、自身のキャリアテーマを明確に持つことが重要です。例えば持続可能な社会の実現に貢献するというテーマを持っていれば、製造業、コンサルティング、ベンチャー企業と職場は変わっても、そのテーマに沿ったキャリアを築いていくことができるでしょう。最後に転職を実践する上で忘れてはならないのがワークライフバランスの視点です。キャリアアップや自己実現は重要ですが、それが私生活を犠牲にするものであってはいけません。ここで重要なのがワークライフインテグレーションという考え方です。これは仕事と私生活を別々のものとして捉えるのではなく、両者を統合的に管理していくという考え方です。例えば仕事で得た知識やスキルを趣味や地域活動に生かしたり、逆に私生活での経験を仕事に生かしたりする。そうすることで仕事と私生活の相乗効果を生み出すことができます。転職とは単に転職を繰り返すことではありません。自身の価値観やスキル、環境の変化を踏まえながら、人生全体を見据えてキャリアを展望し発展させていくことです。それは自己実現の手段であると同時に、社会に貢献する方法でもあるのです。転職という概念は単なる職業選択の枠を超え、人生全体における自己実現の道筋を示すものです。現代社会においては
仕事と私生活が密接に関連しているため、どちらか一方を犠牲にすることなくバランスを取ることが求められます。この視点から見ると、キャリアの選択は単なる生計手段ではなく、自分自身の価値観やライフスタイルを反映した重要な決断であると言えます。また、転職を実践する過程で自己成長や学びの機会が豊富に存在します。新しい環境や職務に挑戦することで、これまで気づかなかった自分の可能性を発見することができます。これはまさに人生の冒険とも言えるでしょう。新しいスキルを身につけたり、人間関係を築いたりする中で自分自身の成長を実感できる瞬間は、転職活動の大きな魅力でもあります。さらに、社会全体が変化していく中で、転職は個人だけでなく組織にも新しい価値観をもたらします。企業は多様な人材を受け入れ、それぞれの特性や価値観を尊重することでイノベーションを促進することができます。多様性が生み出す相乗効果は、新たなビジネスチャンスや創造的な解決策につながります。このように、転職は個人と社会の双方にとって重要なテーマです。自己理解と他者理解を深めることで、自分自身のキャリアだけでなく周囲との関係性も豊かにしていくことができるのです。また、転職活動には不安やストレスが伴うこともあります。しかし、そのプロセス自体が自己成長につながると考えれば、不安もまた成長の一部として受け入れることができるでしょう。失敗や挫折も貴重な経験として捉え、それを次に生かす姿勢が重要です。転職を通じて得られるものは、単なる職業上の成功だけではありません。自分自身の価値観や目標を再確認し、それに向かって進む過程で得られる充実感や達成感は、何者にも代え難いものです。この本を通じて、多くの人々が自分自身のキャリアについて深く考え、自らの人生をより豊かにするための第一歩を踏み出すきっかけとなることを願っています。転職は未来への扉を開く鍵であり、その鍵はあなた自身の手の中にあるのです。以上、本日の講義では、転職の勧め、人生のバリューを上げるキャリアアップ、転職の秘訣を通じて現代社会におけるキャリア形成の重要性について考察してまいりました。この書籍が提唱する転職という概念は、単なる転職の指南にとどまらず、人生全体を通じたキャリアデザインの重要性を示唆しています。現代の労働環境において、一つの組織に泊まり続けることが必ずしも最適解ではなくなってきた今、自らのキャリアを主体的に展望し発展させていく能力が求められています。ここで重要なのは、キャリアの選択を単なる職業選択としてではなく、自己実現の手段として捉える視点です。自分の価値観や強み、そして社会のニーズを的確に把握し、それらを統合していく過程こそが、真の意味でのキャリア構築と言えるでしょう。また、この過程においては、常に自己分析と環境分析を行うことが欠かせません。自分自身の変化や成長、そして社会や産業構造の変化を敏感に察知し、それに応じて自らのキャリアを柔軟に調整していく姿勢が重要です。さらに、キャリア構築を個人の問題としてだけでなく、社会との関わりの中で考えることも大切です。自らの専門性や経験を生かして社会に貢献することで、個人の成長と社会の発展が相互に作用し合う好循環を生み出すことができるのです。一方で、キャリアチェンジには常にリスクが伴うことも忘れてはいけません。新しい環境への適応や、期待通りの成果を出せるかという不安は誰しも感じるものです。しかし、そのリスクを恐れるあまり、成長の機会を逃してしまっては本末転倒です。重要なのは、リスクを適切に評価し、それに対する対策を立てることです。例えば、新しい職場に移る前に、その業界や企業について十分な情報収集を行う。また、必要なスキルを事前に身につけておくなど、準備を怠らないことが大切です。加えて、ネットワーキングの重要性も強調しておきたいと思います。多様な人々との交流は、新たな視点や情報を得る機会となります。また、キャリアチェンジの際にも、人的ネットワークが大きな助けとなることがあります。ただし、ここで言うネットワーキングとは、単なる名刺交換ではありません。互いに価値を提供し合う関係性を構築することが重要です。そして、生涯学習の姿勢も欠かせません。
技術革新のスピードが加速する現代社会では、常に新しい知識やスキルが求められます。しかし、ここでいう学習とは、単に新しい情報を詰め込むことではありません。新しい知識を既存の知識と結びつけ、それを実践の中で活用していくプロセスこそが、真の意味での学習と言えるでしょう。キャリア構築において、ワークライフバランスの視点も忘れてはなりません。仕事と私生活を別々のものとして捉えるのではなく、両者を統合的に管理していく、ワークライフインテグレーションの考え方が重要です。仕事で得た知識やスキルを私生活に生かし、逆に私生活での経験を仕事に生かす。そうすることで、仕事と私生活の相乗効果を生み出すことができるのです。皆さんにはこの講義を通じて自身のキャリアについて深く考えるきっかけを得ていただけたのではないでしょうか。キャリアの選択は単なる職業選択ではなく、自分らしい生き方を追求するプロセスです。それは時に困難を伴うかもしれませんが、同時に大きな可能性も秘めています。自分自身の価値観や強み、そして社会のニーズを的確に把握し、それらを統合していく。そして常に学び続け、成長し続ける。そうした姿勢こそが変化の激しい現代社会を生き抜くための鍵となるのです。皆さんの今後のキャリア構築が充実したものとなることを心から願っています。そしてそれぞれの方が自分らしい転職を実践し、個人としても社会人としても豊かな人生を送られることを期待しています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが充実した人生を送るための基盤となるからです。健康な体があってこそ日々の活動や学びに集中できますし、自信を持って社会生活を送ることができます。そこで今日は健康と美容を両立させるための画期的なサービス、ライズアップについてお話しします。ライズアップは結果にコミットをモットーとする革新的なプライベートジムです。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするというフレーズで話題のパーソナルトレーニングジムで、自信を持ってご案内させていただきます。ライズアップの最大の特徴は専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとって、この点は大きな魅力となっています。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、一緒に目標に向かって頑張ってくれるので、モチベーションを保ちやすいのです。またライズアップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく、健康的に痩せ理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらにリバウンドしにくい体作りにも注力しているので、長期的な健康維持にも効果的です。ライズアップのトレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また完全個室のプライベートな空間で行われるので、人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライズアップの自信の表れとして30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライズアップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらにライズアップは単なるダイエットサービスを超えて、総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなく、カウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより体重減少だけでなく、総合的な健康の向上を目指しています。ライズアップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたいなど、一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライズアップの成功の秘訣はこのような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライズアップメソッドによって 52kg 減量、 38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライズアップは今後さらに包括的な分野で
健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中で、そのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライザップの成功は単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライザップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライザップは顧客の期待を上回る感動を提供することで強い共感を得ています。このようにライザップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康・美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。